元気よく走ってくる女の子、関口舞さん、10歳です。彼女はアルビノで、生まれつき皮膚は白く髪の毛は金髪です。先天的に全身のメラニン色素を十分に作ることができないためです。学校の教科は何が一番好き？体育。体育か。と図工。図工？うん。国語は嫌いなの？国語はあんまり。字を書くのめんどくさいから。勉強をするときはいつもおでこが机にくっつくくらい近づいて書きます。アルビノは視力が著しく低いという症状があります。このプリントは普通に文字は見えてる？うん、こっからじゃ見えんけど、うん、こっからじゃ見える。そこぐらいまで近づくと見える？このちっちゃいのはここまで見んとわからんけど。また瞳の色素が薄いため、目に入る光の量をコントロールできず、常に眩しい状態が続きます。例えば階段を見下ろしたとき、アルビノの人にはこんな風に見えます。視野は狭くぼやけて、光を強く感じるといいます。このため大好きなゲームをするときも、カーテンで日光を遮り、テレビ画面のこの距離まで近づかないと見えないのです。家の中が薄暗いのは、舞さんにとって快適な環境を作るためです。電気っていうのほぼつけ放題。日中はそう、私はいつも朝起きたらカーテンを開けて朝日を入れるんですけど、もうこの子が降りてきた時点でカーテンを閉めて、で電気は舞の気持ちかな、あのちょっと見やすい、ちょっと 見にくいでつけたり切ったり。アルビノにとっての大敵は紫外線です。皮膚が白いため紫外線に弱く、火に焼けると真っ赤に腫れます。外出時は帽子、サングラス、長袖などを着用し、日焼け対策を徹底します。しかし季節は夏、やはり暑いようで。めっちゃ暑いやん。こうじゃなくてこっちしておきたい、うんうん、首丸出しでさ、どうせなら半袖がいいわ。2008年、妊娠29週という早産で生まれてきた舞さん。わずか636グラムという体重でしたが、ちかさんにとって流産と死産を繰り返した末の念願の子供でした。アルビノと分かったのは生後1ヶ月が過ぎた頃でした。お母さん気づいてましたって、金髪なのって言われて、あ、そうですねって改めて、あ、そうやなと思って、そうですねって。でやっぱ色素がないので、あのアルビノ、いわゆるアルビノですって。その時想像が全然、金髪で色白の子がどうやって育っていくかとか、金髪とかよりこう紫外線をカットしてどうやって生きていくんやろ、夜しか公園に出られへんってどういうことなんやろうとか、こうもう分からないことまみれで。その後両親は少しずつアルビノの情報を集め、手探りながらも舞さんを育ててきました。舞さんは小学5年生、今は地元の学校に通っています。何事もみんなと同じように一度はやってみたいという舞さんを両親は見守ってきました。しかし成長とともに環境は変わってきました。その時さえ元気で過ごしてくれたらいいって思っとったけど、今やっぱり大きくなってきたから将来が見えてきて、将来よな、将来どんな進路どうしようかなとか、その後のどんな仕事につけるかなとか。そんな舞さんと家族が頼りにしている人がいます。アルビノの情報を発信している白熊こと石井信之さんです。
石井さんは15年前から自らのアルビノの経験をブログに綴る一方で、全国の当事者や家族からの相談にも載っています。舞さんが幼い頃から親身にアドバイスをくれたのが石井さんでした。この日、2年ぶりに石井さんと再会した舞さん。質問が止まりません。でも白熊さんって髪前から白だったの？前はね、黒く染めてた。ね、白熊さんって肌白かったか？白ずっとこれだよ、生まれた時から。変わらないから、自分のタイプは。うん、もうじゃあ日焼けしとったってこと？普通に日焼けして、やけどばっかりしてたね、子供の頃は。当時はアルビノの情報がほとんどなく、診断できる医師も少なかったため、石井さんは26歳まで自分がアルビノだとわからなかったといいます。祖父からは白い髪の毛をみっともないと言われ、黒に染め続けていました。まあ、髪の毛もずっと染めさせられていたので、嫌だったんですよ、本当に。なんか自分を偽ってるようで。で、アルビノって症状が分かって、まあ、これが、この白が自分だって分かった時に、初めてなんか家族を呼んで、もうこれが私なんですと、もう偽って生きるのは嫌だと、だから髪の毛をもう今日から染めるのはやめますと。じゃあ乾杯。はい。アルビノの人たちの中心的な存在の石井さんは、全国のアルビノ当事者に積極的に会いに行き、交流を深めています。石井さん、もう一貫して、常連さん、なんかすぐ顔覚えられるから常連扱いしてくれるって言ってました。まあ、それはもうアルビノあるあるなんで ね。最近観光地行くと英語で話しかける。あ、俺もある。明るく話す一方で、彼らはその特徴的な見た目や弱視のために壁にぶつかることも多いといいます。接客業とか、やっぱ表に立って立つような仕事になると、やっぱ向こうの反応はあんま良くない。まあ、それは実際に自分を就活してそういうのをすごく感じたんで、一般人と一緒にってなると、やっぱこの見た目っていうのは結構きついのかなっていうのは非常に感じました。元々は、言語聴覚士っていう、まあ、医療職を目指して今の大学に入ったんですけど、やり方を知ってたら小学生でもできるような検査もあるんですけど、それがその視力的に難しくて、でなんか結構悩んだんですけど、結局断念して、今の心理学、今は心理学やってるんですけど、心理学科に移りました。これから徐々に社会との関わりが増えていく舞さん。母ちかさんは、ありのまま堂々と生きていってほしいと願っています。アルビノじゃなくて、こう普通の子って言うとおかしいけど、日焼けができて目も悪くない舞やったらどうやったんやろうって思うこともあるけど、やっぱりあの子がいい、アルビノの舞がいいかなって思います。